現象が。端的に言うと、こういう僕が例え話をね、ちょっとお話しましょう。あるこう峠のところでおじいさんが座ってたんですね。そこに旅人が来ましたね。おいぞおじいさん、この峠の下の町の人ですか。旅人が聞いたんですね。ソルジャーが、この下の町どんな町なんですか。どうしてそういうことを聞くのかね。おじいさんは椅子に座ったわ。だからこの下の町ちょっと住もうかなと思って、どんな町なのかなと思って教えてくださいよ。さあ、おじいさんも尋ね返しました。君が今まで住んでいた町はどんな町だったかね。ああ、今は住んでた町ですか。まあ嫌なことばっかりで最悪でしたね。だからね、ちょっとね、もう逃げるように出てきて、まあしばらくこの下の町に住もうと思ってるんですけど、どんな町なのかなと思って、ちょっとおじいさん、その下の町の人だったらどんな町なんですか。おじいさんは、そうかね、残念だが、君が今から降りていく我々が住んでる町もあまり君が前住んでいたところと変わらない、嫌な人たちがたくさん住んでる町だ。気をつけて降りてきたまえって言ったそうですね。そしてまたね、一時ほどしてしばらくしたら、その峠のところにまた別の旅が来て、おじいさんおじいさん、ちょっとよろしいですか。どうしたのかね。おじいさん、この下の町の方なんですがね。そうじゃが、おじさん失礼ですけど、この下の町はどんな町なんでしょう。どうしてそういうことを聞くのかね。いや、ちょっと しばらくこの下の町で滞在しようと思ってるんです。そうかね、君が以前住んでた町はどんな町だったかね。ああ、以前住んでた町ですか。いや、素敵な人がいっぱいいる素敵な場所でした。いや、嫌なこともありましたけど、でも振り返ってみれば、ああ、いい思い出気づかせてもらったなっていうことがいっぱいあった町で、本当はそこに住みたいんですけど、世界が広いじゃないですか。なるべく一生生きてる間にどれだけ多くの人に出会えるかなと思って僕は旅をしてるんです。この下の町にしばらく滞在しようと思ってるのですが、おじさんが下の町の方だったらどんな方たちが住んでらっしゃる方が町なのかなと思って教えていただきたくて。それはよかった。君が以前住んでたとこと変わらない素敵な人たちが住んでる町だから、楽しんで降りてきたまえって言ったそうです。そしてこのおじいさんの横で走り回ってた子供がいたんですね。その町の、おじいさんおじいさん、嘘つきおじいさん、どうしてかな。だってさ、僕たちがいつも住んでる町は同じ町だよ。だってさっきの人には最悪な町だって言ったじゃない。そうだね。でも今の人にはおじいさんさ、いい町だって言ったじゃない。そうだね。どっちが本当なのさ。そうだね。おじいさんは長年生きてきてね、分かったことが一つある。人間は一日過ごしても一生過ごしても、どの町に住んでも楽しいところを見ようとする人は楽しいものばっかりを引き寄せるんだよ。ところが嫌なものしか見ない人は嫌なことばっかりを一日数は一生嫌なことばっかりに意識を向けて生きるんだよ。おじいさんはそれが分かってね。だからさっきのイライラした人たちは、人が町に降りていくと多分イライラした人ものしか見ないんだろうね。でもさっきの、ね、今来た降りていった若者はおそらくきっと楽しいところを見つけるのがうまいんだよ。だからこの世界は自分が見たようにしか見えないんだよ。要するに僕らはどっかで、ね、嫌な人、腹立つ、許せないって思ってる人たちはやっぱね、嫌なものをいっぱい引き寄せますよね。だから引き寄せっていう言葉は、ね、なんかすごいスピリチュアルの世界でよく使われますけど、実は僕現象学だと思うんですね。例えば人間って一日考えればいいところがいっぱいあるんですよ。ご飯も食べられる、日が昇った、あの戦争時代ね、本当に電気、明かりをね、こう消して、ね、B29 とかバーッ飛んできてですよ、焼夷弾持って、その頃にとってね、これだけ高校と電気行って平気でね、ね、コミュニケーションなんてやってる場合じゃないという時代もあったわけでしょ。逆に言えば車椅子で講座に来られてる人もいるわけです。メンタルにはその人の願いはっていうと、ね、3日でいいと。江藤先生、僕は好きなところにちょっとのステップが細い、あのビルとビルの隙間
1回でいいから入ってみたい。3日でいい。誰の援助もなく、誰の邪魔にもならないで、好きな場所に好きなところに行けたら、僕はそれだけでも幸せなのなと思うんですよね。どうでしょう皆さん。皆さんはその人の夢の中で来てるわけですよ。でも僕らはそこに意識を向けてなくて、どっかで人間ってね、平和の中で生きてると、もう平和が当たり前になって、そこにね幸せを感じなくなる。魚は多分ね、水の中から出て初めて水のありがたさを知るんでしょうね。僕たちはもしかしたらこうやって空気吸ってることも、ね、空気がなくなった時に初めてあの空気のあった世界がいかに素敵だったかっていうのを知るんでしょうね。だから実は僕らはまさに現象学、全てはこれはその人がどこに意識を向けているか、受け取り方の世界なんですよっていうのが実は現象学の考え方なんですね。さあそこで僕らはね、ちょっとね、人間意識を一旦固めちゃうとね、不幸しか見えなくなるね。例えば大抵の時言いました、完成された円とゲシュタルトね、途中で切れてる。僕はよくこの図をね、分かりやすく使います。こっちの方が気になるっていうよりも、こっちの方が気になるっていう人がね、皆さん体験で覚えてらっしゃいます。こっちの方が気になる人が多かったんですね。なぜならばこれは円で完成してますが、こっちは欠けてます。欠けてるとね、人間気になるんですよね。うん、だから実はこの足りてるところよりも、弓のところよりも、人間は欠けてるところが気になる。で、一旦ここにとらわれ始めると、夫が愛してくれなかったとか、お母親にこんなこと言われたとか、ね、上司にこうやって傷つけられたとか、自分はこうだっていう、そこに視点を向け始めると、まさにそれが中心になっちゃいます ね。不幸が中心。で、そういう人たちは共通点は、さっき言ったように五体満足だとか、火が昇ったとか、ご飯食べてるとか、空から玉が降ってこないとかね、そういう意味ではここに焦点当ててる人は少ない。だから禅の世界ではね、こう言うんですね。幸せな人は小さい欲で樽を知る。お金持ちになったら、こういう立場に立ったら幸せだと思う人は永遠に不幸だと、うん、逆に言えば、ね、僕のね、大学のね、あのお世話になった教授ね、本当にね、20いくつ下のね、綺麗な奥さんもらったんですよ。モデル級。僕ね、あの時ね、やっぱ大学の教授はモテるなって。一回教授のね、大学の教授のところで集まりがあったんで、一回僕ら遊びに行ったら、ね、そしたら奥さんいなかったんです。残念な、あ、いないんだ、噂の綺麗な奥さん見たかったなと思ってて、まあ教授がね、僕ら若者が来てるんで気を使って寿司を今日取ってくれたんですね。で、寿司が届きました。さあ食べようって言った時に、2階のドアがガシャッと開いて、奥さんが起きてこられたんです。もう昼過ぎです。もうお寝巻きでシャラシャラって、それもなんかやっぱりなんか、やっぱ美人な人は着るものが違うんですね。フリフリみたいなね形で、もうなんか階段降りてこられて、お寿司って言われたんです。私も食べたい、若いんですよ ね。で、僕ら学生は、あ、お世話になってます、お世話になってます、お世話になってますって言ったんですけど、その奥さん全員に無視したんです。お寿司しか見えてなかったで、ね、さあ教授が金を食べたわいって言って、もちろん食べろよって言って、その奥さんのお寿司の食べ方がすごかったのは、お寿司の上のネタだけを食べてやろうえって感じ。僕ら学生は普通ね、非常識じゃん。学生って大体、ね、マナーがしない、挨拶もない。その僕らの挨拶として、挨拶は無視、そしてお寿司は絶対、僕は子供の時からそんな上のネタだけ食べたら、あ、ダメだよっていうことを教わってるはずなんですけど、その奥さんはその上をしっかり食べていかれて、全部そのシャリだけが残るわけですよそれを気を使われた教授が、その奥さんが残したシャリを、あ、僕はシャリが好きだからって言ってもう
心の中で思いました。そんなやつはいない、シャリが好きな人はいませんと。うーわー、痛いなと思ったんですよ。痛い先生、今日大学では立派だし、こんな扱いを奥さんにされてるんですねって。どんなにね、やっぱり立派でも奥さんがそういうことされると、なんか急になんか男の誰か欲しいのか、急にちっちゃくなりますよね。いや先生、僕もシャリが好きなんでって僕は気を使いながら、いやそんな人はいないって言われて、先生がそう言ったら僕はシャリを食べてる、そんな人はいないって。でも本当恐縮で、で帰りね、すごいなあの奥さんって言ったら、やっぱ美人は得ですね、僕の友達男性仲間、いや俺あの奥さんが家で待ってるんだったら毎日シャリ食ってもいいって言います。やっぱね、美人ね、白肌の人とかは七難隠すっていうけど、いろんな何かあったって許されるんでしょうね。へえと思って、僕はごめん食うむろと思ったんですけど、それはね、自分たちにねさして影響がなかったからでしょうね。いかにね、実はその先生の家で大学で、まあ、サークルで、まあ、ちょっと集まりがあってね、こうハイキングに行こうって話し合って、でまあ川があるんで、川べりのところでカレーを食べようと。で飯盒炊爨でね、まあ今キャンプ流行ってるじゃないですか、だからアウトドアね行こうってなって、その時にカレーを食べるってなった時に、その奥さんもおられたんですよ、その集まりね。私も行きたいって言い出して、だから当然男どもは行きましょう、奥さん、奥さんが行きましょう、もう嬉しくて嬉しくて帰る。僕はちょっと嫌な予感した、あの寿司事件があったんですよ。そしたらお母さんが言うんですね、カレーってさ何がいるのって言われたんです。カレーを何がいるの、僕は小学校の低学年でカレーの必要なものは最低限と知りました。大人になってカレーは何がいるのって聞かれる人がいるんだと思って、玉ねぎとかじゃがいもとか人参とか、あのお肉とかはスタンダードじゃないでしょうか、って言われた。本当に料理しないんだと。やっぱり噂は聞いてたんです。全部先生が料理を作るって噂は聞いてたんです。本当なんだと。で僕ら学生に振ったんですよ。で何々君はね、玉ねぎ、何々君は人参、何々君はじゃがいも、パンね、私、まあみんな。で、最後に奥さんが、あと何がいるのって言ったら、あのカレーのルーが、じゃあルー、私が持ってくるわって言った。自分でやったんですよ。さあ、当日、ね、待ち合わせ場所に来た奥さんの、先生の車から降りてきた、その奥さんのいでたちに僕らびっくり。ハイキングな、ピンヒールで来たんですよ。どこへパーティーですかって感じ。それも、あのちっちゃなバッグ、今から歩くんですよ。それに対して教授の先生のカバン、その奥さんのものとか全部入ってるんでしょうね。君たちは先に行ったらいいかなみたいな、先生僕持ちますからとか言って、もう学生気使って、いやいやいいんだいいんだみたいな。またちっちゃくなりました、その先生の存在が。そしたらもう途中でね、やっぱ案の定歩けないって、その奥さんが、そりゃそうでしょう、そのピンヒールだったらって感じですよ、そのピンヒールでは歩けないでしょうって感じ、まだ歩くのって、いやまだ駐車場見えてますよ、まだ歩くのって今からが本番ですって感じで、結果的に歩けないって置いていくわけにいかないんで、荷物運ぶ滑車あるじゃないですか、それを全部みんなに僕ら仲間で持たせて、その奥さんを乗せて、僕らもう最悪のハイキングですよ。コロコロコロ、君たち頑張って、お前が頑張れよって話です。ここまではまだいいでしょうね。さあ川辺に行きました。さあお鍋とあれはで、食材を持ってきてくださいって言ってんで、僕らはその人数分の食材をしてたんです。でこの大きなお鍋に、お鍋にそうやってみんなで作ってカレーを、で最後ですよね、ルーの登場はね、もしスープをやって玉ねぎの IEX が出てました。さあ新一登場です、ルーです。奥さんにお願いしていました。
ただ僕はね、ちょっと嫌な予感がしてたんです。ちっちゃなバッグだったんで、まさかあそこにルーが入ってるわけではないだろう、人数は分かってるわけだからと思って、僕が、あの、奥様、すいません、あのルーをそろそろ出していただけますか、ルーって言って、次の瞬間目疑ったの。そのガマ口みたいなパーティーバッグをパカッと開けて入って出されたの、箱一個だったそしてね、先手で最初に言われたんです。足りるわよねって立場上僕らは、いや、自分じゃないでしょうか言うしかない、もうその勢いに押されて、足りるわよねって言われて、あ、わかります、結果シャボシャボのいや、っていうかスープ以下です。だって香り、なんかターメリックの香りがしたかなみたいな。だってこれだけ広いね、鍋に家族で作るこの鍋分で薄めてるわけですから、それを僕らはね、ご飯にかけて食べたんです。わかります。で、その結果で奥さんにどうしようってなったんですけど、もう食べてもらうしかないと、食べ物ないんだし。で、そのしゃぼしゃぼのスープ以下のやつをご飯にかけて、で、まあ僕持っていくわって言ってね、僕、奥さんのように、すいません、僕はもう謝りたくなかった、だって結果作ったらあなたですよって感じ。でも一応立場上、すいません、こんな虫が作れなかったんですけど、これでって言った。今でもね、その時の奥さんの顔忘れない。何これって顔、もう指、ね、口から出そうな、お前が、お前のせいだ何これ、あ、すいません、スプーンの先でちょっとその何とも言えないスープカレーみたいな、スープイカカレーみたいなやつをね、だってペロッと舐めた瞬間、その奥さん、こんなの食べれないって思いますね。極真の冗談の刺激で、奥さん顔飛ばしますよ、え、いつもせよ、申し訳ございません。その帰り、俺、あの奥さんが家にいるなら毎日シャリ食ってもいいって男どももさすがに黙りましたね。あれじゃあみたいな。で、この話をなんてしてるかっていうとね、実はその教授に、実はある時、僕学生だった時に、ね、もうバカだったね、教授、あの奥さん、ね、まあそのシャリ事件もあってカレーもあったんで、なんで結婚したんですかとは言わなかった、なんて言ったのかな、そう、なぜそのあの人、奥さん、いや僕ね、あ、こういう言い方したんだ、結婚ってのは大変だと思ってましたと、多少譲ったり譲られたりね、でも先生見ててガブリ寄りみたいな相撲で言うと、もうなんかそういう結婚も失礼ですよ、今考えたこともあるんだなと思ってって言ったら、したら、江戸君ね、僕もね、あの人を変えようと思ったんだって言うんです。そうなんですか、あれ次40度ぐらいの熱があって、帰って、で体温計も奥さん見て、あ、熱あるねって、で、何かもう先生がいつも作るんでね、ご飯を、今日は何かを取ろうねっていう話をしたら、えって言われたんですね。あれ作るって言ったじゃんって、私すごい楽しみしてたのにって。だから教授はその時に悟ったと、40度では許してもらえないって、40度だったらプロレスラーだったら倒れますよって、って教授、その時どんなさったんですか、料理を作ったよ作られたんですか、その時にさすがにフラフラッとこう倒れ込んだんですって、そりゃそうですよ、40度ですか、作ってるうちに。そしたら奥さんがバッと来て、もういいわよって言ってくれると最後は期待したと、バッと来て、あなた、現実はあなたね、そんなに体が弱いの、もう結婚しなきゃよかったって言われてます。怒ったんですか先生って言ったら、
いや、作ったんだよと、料理を最後まで作ってるうちにね、楽しくなってきて先生、それは熱のせいの幻覚ですからって言う。いや、違うんだよ、トーク作ってるうちに、僕はどっかで妻は優しくて母のようでいたわりのあるそういうものだと思って、それが良くなかったんだねと。僕はもともと付き合ってる時に子供みたいな人じゃないかと、それを良しとして結婚したんじゃないかとね。この子供みたいな娘のようなこの人を最後の最後まで、死ぬ間際まで娘のまま愛し抜けたら、それも一つの江藤君愛じゃないのかね。僕はそう思ったら、急に一生懸命ボロボロになってもこの妻のために料理を作ろうと思ったら熱が下がった奇跡でしょ。で、それがいつになくまた楽しそうに話すんです。先生、いつになく美味しく作れてねえとか。そしてそれを ね娘のような妻が美味しいって食べてるのを見て、これでいい、これでいこうって決めた。これも一つの江藤君愛じゃないのかねって。もうもう僕この辺から涙流すよ先生、それは愛です皆さんね、足らないとか言ったらダメよその教授はここで生きるってやったんですよここで